エイドリアン・デビッド・ハウザーは、アメリカ合衆国オクラホマ州、チェロキー郡タールカー出身のプロ野球選手、ウトをミギウチ、MLB のミルウォーキーブルワーズ所属。2011年の MLB ドラフト2巡目で、ヒューストン・アストロズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・アストロズで、プロデビュー。アパラジアン・リーグのルーキー級、 グリーンビル・アストロズでもプレーし、2球団合計で12試合に登板して2勝4敗、防御率4.31、44奪三振を記録した。2012年は、ルーキー級、グリーンビルでプレーし、11試合に先発登板して3勝4敗、防御率4.19、54奪三振を記録した。2013年は、A マイナストリシティバレーキャッツでプレーし、 14試合に登板して0勝4敗、防御率3.42、39奪三振を記録した。2014年は A 級クワットシティーズリバーバンディッツでプレイし、25試合に登板して5勝6敗、防御率4.14、93奪三振を記録した。2015年は A 級ランカスタージェットホークスと AA 級コーパスクリスティフックスでプレイした。 2015年7月30日にカルロス・ゴメス、マイク・ファイアーズとのトレードでドミンゴ・サンタナ、ジョシュ・ヘイダー、ブレッド・フィリップスと共にミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。移籍後、マイナーでは参加の AA 級 b ロクシシャッカーズでプレーした。9月22日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、26日のセントルイス・カージナルス戦でメジャーデビュー。 この年メジャーでは2試合に登板した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2016年は A 級ビロクシでプレーし、13試合に先発登板して3勝7敗、防御率5.25、56奪三振を記録した。2017年はルーキー級アリゾナリーグブルアーズと A 級ウィスコンシン、ティンバーラトラーズでプレーし、 二球団合計で9試合に登板して1勝1敗、防御率1.02、27奪三振を記録した。オフには2年ぶりにアリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。2018年は3年ぶりにメジャー昇格し、7試合に登板して、防御率3.29、8奪三振を記録した。2021年4月27日のマーリンズ戦で、 MLB 発本類だを記録した。ありがとうございます。